阪神の保守の正解判明してしまう。4月27日以降のヤクルト打線がこちら。これでもリードは結果論なんか。坂本の配球やろ。これリードは関係ある。矢野は正しかったんやね。サンキュービッグウェーブ。青柳と西が坂本なら抑えられるのかなって思えない。まあ去年もその2人坂本と組んでるんやけどな。青柳や西も試しに坂本と組ましたえのに。すごすぎやろ。梅野はエース級を担当してるはずなんだがな。皆さんの感想もコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。